シーンで買ったスライムで、もちもちボールを作ってみた。ジェリースライム。かわいい飴と、放射水かなこれ。多分固める用の液がついています。わぁ、綺麗。もっちり。気持ちいい。めっちゃいい匂いする。なんだろう、青りんご？わーお。めちゃくちゃ伸びる。こねてるとすごいいい匂いする。この液体を入れなくても、めちゃくちゃちょうどいい硬さ。これは自分じゃなかなか作れない気持ちよさ。見本みたいに飾ってみよう。こんな感じになりました。めっちゃ可愛い。このキャンディーもトゥルトゥルで可愛い。風船に入れてくよ。しっとりもちもちで気持ちいい。泡スライム。オレンジのパーツと固める液体。わあ、綺麗。うわあ、すごい。キラキラ宝石みたい。オレンジキャンディーみたいな匂いする。わあ、固めだけどしっかり伸びる。全然パーツが落ちてこないから遊びやすい。こんな感じで形を作ることもできる。容器に戻してパーツを入れてみよう。みかんがリアルで可愛い。パーツを入れるとさらに可愛くなった。埋め込まれたみかん。風船に入れてくよ。じゃりもちで気持ちいい。水晶スライム。わお。初めてのハンドガム。うわー、透明で綺麗。わー、すごい。練り消しみたい。たくさんこねると光るらしい。レッツこねこねタイム。あ、もう色が変わってきた。たくさんこねたら光沢が増した。キラキラ綺麗。パチパチ気持ちいい。匂いは無臭。すっと触ってたくなる気持ちよさ。これはハマる。風船に入れてくよ。うわ、すごい。初めての感覚。気持ちいい。おじスライム、この中に入れちゃうのもったいないって思ったけど、一回やってみてほしい。気持ちよすぎる。シーンスライムで作るもちもちボールの完成。卵系スライムでもちもちボールを作ってみた。海の卵。わ、なんか、おっきい。ニモが入ってました。隠れ熊の実ですね。かわいい。スライムもめちゃくちゃ伸びるし、気持ちいい。ちょっと固めだけど遊びやすい。たくさんこねると、スライムの中に気泡ができて海の中みたい。ここにニモを乗せて泳いでるみたいで綺麗。風船に入れてくよ。もっちもちで最高。恐竜の卵。わ、なんかすごい恐竜出てきた。頭にレタス乗せてるみたい。スライムは、蜂蜜みたいな色で可愛い。海の卵と同じ触り心地だね。ちょっと固めの弾力があるスライム。風船に入れてくよ。もっちり気持ちいい。ぽよぽよジェル、卵型。お星様が入ってる。入り口のスライムはちょっと固まってますね。さっきのスライムよりも柔らかくて量も多い。よーく伸びる。結構強めに引っ張っても切れない。風船に入れてくよ。柔らかくてもっちもち。卵スライムで作るもちもちボールの完成。溶けない雪の素と不思議な水飴汁を混ぜたらどうなるのか。やってみよう。溶けない雪の素。中身はこれ。怪しい白い粉。増えた。水飴ジェル。お箸が入ってた。ちなみに割れません。柔らかめの気持ちいいスライム。では混ぜてみよう。うわ、ふわふわだ。めちゃくちゃ硬くなりました。硬すぎて伸びないので、家にあるスライムも足してみよう。硬い。これは混ぜるの大変そう。こんな感じになりました。伸ばす時のシュワシュワ音が気持ちいい。手にポロポロがめっちゃくっつく。なんだろう。まるで塩まみれ。なんかすごいスライムってよりかはお餅みたいな。お米を潰した感じ？お餅か。なんとも不思議な感覚。プルンプルンになりました。キネティックサンドともちょっと違って。でもなんか粒がキラキラで綺麗です。風船に入れてくよ。シュワシュワもちもちで気持ちいい。溶けない雪のもちもちボール完成。
おパンチウサギでもちもちポール作ってほしい。オッケー。おパンチウサギは紅芋カラーになりました。風船に入れてくよ。もっちもちで気持ちいい。おパンチウサギもちもちボールの完成。黄緑色のスライムでもちもちボールを作ってみた。パステルトローリアメーバ。食べ物ではありません。了解。わあ。わあ。わあ。しっとりタプタプ。手から逃げていく。息がいいスライムですね。握りつぶすとブチブチになるよ。内臓をもみもみしてる感じ。プルンプルンでかわいい。風船に入れてくよ。めっちゃ柔らかい。キラキラパール、韓国スライム。キラキラだ。お金持ちのネックレスみたい。パールとお星様が入ってるよ。非常にパールが落ちていきやすいですね。風船に入れてくよ。スーパーチビもち棒ができた。パールが入ってるからゴリゴリもちもち。ふわふわジェル時々。ブロッコリーパッサパサなんですけど、なんじゃこりゃ。ボサボサすぎるのでスライムを混ぜてみます。なんかすごいことになってる。いい感じになってきた。めっちゃ硬くなったんだけどスライムが。ふっ、何これ。ちょっとグリセリン入れてみる。伸ばすとすごい。全然切れない。よいしょ。お、切れた。面白い。風船に入れてくよ。しっとりシュワシュワで気持ちいい。全部違った感覚のもちもちボールの完成。食べれるスライム？実験スライムゼリー。3つの変化。シュワ？色変わり？伸びる？やってみよう。ベースの素。わあ、なんか紫っぽい。ちょっと緑っぽくなってきた。え？カメラで見るとめっちゃ水色。シュワシュワの素。うわぁ、ピンク色で綺麗。シュワシュワ言ってる。スライムの素。うわぁ、ソーダのいい匂いがする。かなりダマがあるので頑張って混ぜます。食べれるスライムの完成。混ぜるのが楽しい。本当にスライムみたい。いただきます。おぉ。うん、結構酸っぱい。ソーダ味のくず餅って感じ。意外にいける。紫さつまいもが使われてるらしい。こんなに伸びるのはでんぷんが入ってるから。色が変わったりシュワシュワしたり伸びたり、かなり楽しかった。粘度が高いので喉に詰まらないように注意してね。普通のスライムは食べちゃダメだよ。ごちそうさまでした。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。